5に対するバックハンドプッシュを紹介しよう。これはバックハンドのカウンター技術といえる。プッシュは、インパクト순간에최대한공을강하게때려줘야되면서좀최대한눌러준다는느낌으로해야되고요그렇지않으면이제공이이제맞고튀어나가거나밀려서걸리거나하기때문에굉장히임팩트순간에좀정확하고그립에좀힘을줘가지고